はい、対、FM 小座をお聞きの皆さん、こんにちは。お昼11時を過ぎました。8月31日、小座じらばの時間です。沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道330沿いにあります。FM 小座のスタジオから生放送で私、田辺幸がお送りいたします。この番組では沖縄に伝わる音楽、芸能の魅力を歌者、アーティスト、楽器制作者、イベント企画者、 研究者、民謡ファンなどなど、芸能に関わる方の生の声でお届けしてまいります。琉球芸能の知らなかった側面に、リスナーの皆様と一緒に出会うことができると嬉しいです。さて、えー、そうですね。まあ、朝から喋ってますけどもね、私は、あの、沖縄民謡をやりに沖縄に来たので、やっぱりコザジラバが一番ね、頑張ってやりたいところなんですけれども、いつもね、ゲストをお呼びしてるんですけどね、あの、やっぱり、 いろんなね、あの、まあ、曲聴いたりとか、ライブ見に行ったりとか、ラジオで民謡番組聴いたりとかですね、いろいろしてるんですけれども、やっぱり知らないことが多いなと思ってね、だから私がこのラジオ番組をやるっていう文在では本当にないなと思いながらも、まあ、まあそんな立場からの全然知らない人がね、こう勉強しながら、 沖縄民謡とか沖縄の芸能を探っていくっていうこういう立場の番組もまああってもいいかなと思いながらやってる次第なんですけれどもね。本当に全然、だから書ける曲もね、ないので、持ってないのでね。まあ集めながらやってるのでね。なんか少なく、こうちょっとマンネリ、まあマンネリまでいかないですけどね。もうすごい沖縄民謡たくさんあるんでね。 でも、可能偏ってるなって思ったりとかね、他のラジオ聞いて、わあ、こんな曲あるんだなと思って <laughs>、すごい楽しんでね、聞いてるんですけど、で、自分の番組はどうかなと思うと、あんまりね、いつも一緒になってるんじゃないかなって思ったりして、どうやったらね、集められるのかなレコード屋さんにね、行ったりとか、やっぱり今は、 あのリサイクルショップに行ったりとかもしないとなかなか昔の音源って手に入らないのかなってね思ってるのであといろんな人にも聞いてこれからね集めていきたいなと思ってるんですよでもなんかそういうの分かる人がいたらぜひ教えてほしいなと思いますもうねもう皆さんにいろいろ教えてもらう教えてもらいやすいようにこの番組をやってるような感じでもありますね えー、こんなんでいいんでしょうかね。とりあえずメッセージもお待ちしております。メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp です。数字の761アットマーク FM コザ .jp です。えー、っと、あと FM コザ、ホームページがありまして、こちら見ていただきますと、ツイキャスト u ーストリーム配信しております。映像も見れますので、よかったら見てみてください。この後、 11時56分までお送りしていきます。まあ、最近そうですね、どんなことありましたかね。やっぱり、沖縄の夏といえば、エイサー、エイサー、全島エイサー祭りもね、最近ありましたよね。皆さん行かれましたかね。で、私は、ノワ湾に住んでいるので、ギノワ湾のエイサー、ギノワ湾青年、 連合のエイサー祭り、昨日のエイサー祭りが今週末あります。9月3、4なんですけど、そんな感じでね、全島のある週はやっぱ全島がメインで、他の週にこの他の地域のね、エイサー祭りは結構あるんじゃないかなと思いますけれどもね、皆さん地元のお祭りとか行かれたらぜひ感想とか、あと参加してる人はね、頑張ってますよとかもね、メッセージいただけると嬉しいです。私もね、 この3日のお祭りに向けて毎晩地方として練習参加してるんですけどとっても気持ちいいですね。あのえー、道ねお盆の道順と違って前途見られた方とかね分かると思いますけれども見せるエイサー祭りなんでお祭りなんでね見せるエイサーなのでこう隊列をね考えたりとか広い場所で。 あのあの筋道でやるんじゃなくて広い場所で見た時にこう遠くから見た時にどういうふうにかっこよく見えるかとかを考えて皆さんやられてると思うのでねそういう練習ね頑張ってると思いますけどもその仕方をさせてもらってるのでうんと夜から練習なんですけどもとっても楽しいです。えー まあね、ちょっとうるさいっていう人も時々ねあの連絡があったりするんですけれどもねちょっともうあとちょっとなのでね我慢していただきましてね、はいえーえー、っと最後頑張りたいと思うんですけども昨日練習してたらですね、えーっとまあ、星空が結構綺麗で。 で、風も結構涼しくなってきてるんでね、はあ、気持ちいいなと思いながら歌ってたんですけど、まあ、この練習してる場所が私たちは普天間3区青年会なんですけど、えっ、ー、と、普天間基地の,あの飛行場のすぐ隣の市民駐車場で、 貸しててていいいただいてやっているんですけれどもね皆さんいろんな広場でされてると思いますけどうちはそこでやっていてこの場所がですねものすごい飛行機がどんどん飛んできて夜間飛行の練習かな昨日はすごいしていてまあ歌ってたら後ろから前から右から左から <laughs> どんどんヘリコプターが降りてきてましたね。 結構なね振動がバリバリ体に伝わってくるぐらいの音なんですけどねみんな誰も動じないですねもうね地元の人はもうそれが、ね、若い子たちはそれがもう普通で育ってきてますからね何をひるむこともなく <laughs> 全然踊りもやめないしで聞こえるかなってこの今歌ってる音今曲変わったけど分かると思ったけど分か,り分かったみたいですね聞こえたみたいですね もうあの、あーって言いながら自分も歌いながらなんか、え、これ同じぐらいの音量だなと思いながらね。まあ、普天間ってすごい場所ですね。まあ私はちょっとビビりながらやってるんですけど、そうやってもう若い人はちっとも動じない。ちょっとそれもね、どうかなって思いましたけどね。普通ね、他の地域の人だったらね、あの音量で あのドア,アップでヘリコプターとか飛行機が来たらね、絶対頭下げてこう、頭隠したりすると思いますけどね。これ慣れてる自分たちが怖いですね。まあ、皆さんどんな場所で練習してますかね。はい、そんなこと思いました。じゃあ今日も始めていきたいと思います。一曲目、何しようかな。ええとですね。じゃあ、 ちょっと聞きたい曲あまりエイサーの話ばっかりでねエイサーの曲もちょっと飽きてるかもしれないんでちょっと全然関係ない曲からいきましょうねえー、えー、村橋氏が聞きたいはいじゃあ村橋氏高安勝夫さんです 違うね。これ違う曲ですね。ああ、何の CD を入れたのかな。これ、伊波貞子さんの声ですね。えー、じゃあもうこっちで行きましょう。すいません。<laughs> イファーサダコさんの会社例をお届けしました。いい歌ですね。たまたま出たんですけどね。はい、コザジラバー、一旦 CM です。 しております。さて、今日はですねゲストね来るんですかね。<laughs> ゲスト来てほしいんですけどね。まあ待っときましょうかね。えー、っとあツイキャスロミさん初見です。ありがとうございます。この番組はあの沖縄市の小座から FM 小座から沖縄に伝わる音楽や芸能のお話をしていく番組です。よろしくお願いします。 いつもはね、ゲストを紹介してるんですけどね。来ますかね。まあちょっと待ちながら喋ってましょうね <laughs>、えー。さっきかけたね、会され、あの、練習してるんですよ。また自分でも歌えるように頑張りたいと思います。あとで、あとで歌のコーナーがありますので、生歌も一応やります。 最近ですね。まあ、いつもね、考えてることなんかを喋っていこうかなと思うんですけど、いつもいつも沖縄芸能のこと考えてるわけじゃないですね。<laughs> まあ、秋っぽいので、一応、歌はしょっちゅう歌ってるんですけど、そんなに芸能のこと深く考えてるばっかりではないのでね。最近は、やっぱりラジオ、 の制作をしているのでラジオのこと考えてることが多いんですけど昨日あのラジオに使う音でお寺の鐘の音を取り録音しに行ったんですけどね朝気持ちよかったですねお寺の鐘の音をあんなにずっと真剣に聞いたことは 初めてじゃなないかな遠くでねあ時間が来たらゴーンってなってるとか除夜の鐘で年末に聞こえてくるとかはありますけどこのついてる場所に行って真横で真剣にこの音だけに集中するっていうのは初めてやったんですけどで録音してたんですけどもうね残響がねゴーンって言ったあとねずっと音消えないんですよ。 鐘ってすごいですね。ずっとずっとずっともういつまでも消えなくてね音が残ってるんですよ。これがねちょっと最近涼しくなってきて風も結構気の強かったんでこの風の中耳澄ましててねちょ幸せな時間でしたね。<laughs> なんかあの「いい音コレクション」っていうねコーナーもそういえばありますねこの番組ね。 なんか自分が聞いたいい音、これがいい音ですっていうのが、言いたいのがあればぜひ送ってください。メールは7 6 1 f m k o z a j p です。ぜひお気軽に、ツイキャスもお気軽に呟いてください。えー、っと、金の音ね。金の音が大好きで、そういう音楽を作りたかった。 あのイタリアのねモンポの曲とか書けたいなと思うんですけど入ってるかな今ちょっと探してみます探してるんですけどあればあれば書けたいなあーちょっとないですね もうちょっと調べてみますねああるかなああるかもしれないちょっと待ってくださいねどれにしようピアノの曲なんですけどちょっと全然沖縄民謡じゃないんですけどねたまにはたまーにはいいかなあでも あちょっと BGM でかけてみよう。なんかね。沖縄芸能番組なんであまりにも違うのでね。じゃあ最初だけ。 はい。モンポーね。フェデリコモンポーね。イタリアのねえ、鐘の音が好きでそのピアノ曲を作ってる作曲家なんですけどね。ぜひ聴いてみてください。ということで、ゲスト今日お呼びしてますよ。<laughs> じゃあ、よろしくお願いします。はい。今日は。いうん、はい。いいのかなはい、どうぞ。<laughs> はい。皆さん、おはようございます。FM コザスタッフの池城めぐです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めての組み合わせではないですかそうですね。なんか、この時間にというか、ゆきさんと喋るっていうのは、なかなかないですからね。コザジラバね、いつもゲスト、いろいろ頑張って呼んでるんですけど、こうやってスタッフを呼んだのはね、演奏以来ですね。 ごめんなさい、身内のあれでなんかわかんないけど、スタッフ2回目、いや、頑張って、あの、外から頑張って呼んでるんですけど、たまにはね、あの、中で、中の人と喋るのもいいかなということで、ざっくばらんに行きたいんですけど、そうですね。あの、この前、全都エイサー祭りの特別番組あったじゃないですか。はい、そうですね。どうでしたかしっきり出たと思うんですけど。あ、まあでも、 なんだかんだ言ってね、本当に、スタッフもそうだし、MC ね、土曜日と日曜日、えっ、ー、と、土曜日はね、うん、えっと、火曜日、マヨーアシスのサリーさんと、吉本沖縄の、えー、大谷あゆみさん、そしてガジラーさんの頃の4人で MC やってもらって、うん、で、また日曜日は、木曜日は、えっ、ー、と、アジクーターラジオアシスタントの矢ナあゆみさんと、うん、え、吉本沖縄のピーチキャッスルさん。ね、ピーチキャッスルはね、もう4年目かな、この番組。 解禁なんですね。そう。最初からいるメンバーだったので、もう4年、四年目ということで、もう、ベテランというか、そういうところなんですけども、はい、そのメンバーで、MC もね、もう本当に土曜日は3時間、日曜日は7時間と、もう長丁場みんな本当に頑張ってくれてね。すごいね。はい、ありがたいですね。もう無理、無理なね、こここうして、こここうして、みたいな、もう通りつざるとね、やっぱ生放送だと。 何があるかわからないから。<ー>うん、これなんか朝の番組でちゃんおかさんもメッセージくれてたんですけど、うん、やっぱやるだけのことやって、うん、でも当日本当に何があるかわからないから。本当にねやっぱね、ゲストさんとかも結構多く呼んでたので、うん、今回は。土曜日とかだったらね、この出店業だったりとか、えー、っと、 えっとね、沖縄市青年祭りだったので、土曜日はね。はいはい、その沖縄市青年団協議会の方をお呼びしたりだとか、で、日曜日とかも、琉球国祭り大工の皆さんを呼んだりとか。はいはい、あ、そうなんですかこの前来てくれました、このそ,そうそうそう。はいはい、日曜日にね、全東映山祭りにも出演されるということで、うん、そのお話も伺ったりだとか、うんうん、で、祭り美人を探せとかね、うんうん、いろんな企画があったんですけども、うん、やっぱり、ね、ゲストの時間って、この時間は、 誰々の出番とかね、はいろ、はいろ最初はやってはいるんだけど、うどうしてもやっぱりね、ずれたり当日に、うん、なると。 何があるか分からないというところで。うん、本当ね、それこそもういろいろ対応できるようにね。うん、本当に。演出とかがね、いろいろね、変わったりして。曲行かないですぐ CM とか、すぐ曲だけど、本当は曲だけど、もうすぐゲスト入れるとかね。いそういうところがやっぱりね、あったりするんだけれども、それでもやっぱり MC さんたちもいろいろちゃんと対応してくれてね。もう、たい多分もう、 全然問題なく進んだと思いますよ。うん、やっぱ全然違いますね。うん、この旧シート通りに、一応きっちり全部、全部書いてあるけど。はいはい、あるけど、うん、もう各部ごとで、やっぱ変更っていうのは尽きないですので。やろうと思ってるわけじゃなく、終、えー、るんですよね、うん。もう突っ走るしかない。<laughs> もう始まってしまったらね、うん、もう終わるまでやらないといけない。うん、やりきらないといけないですからね。うん、こういうものはね。うん。うん 本当にね、今回はね、日曜日のね、ピエロのファンキーさん。ああ、はいはい。番組も出られてる。そうそうそう。木曜日のね、6時に、はやとラジオという番組がありますけども、そちらでもね、えやられてますけれども、出てますけども、はい、もうピエロのファンキーさん、初めてのね、ピエロ、去年はね、あの、大道芸人のケンジさんを、はい、お呼びして、いろいろパフォーマンスもしてもらったんですけど、今回はね、バルーンアートが、 主だったのあの、バルーンアートをラジオで伝えるんですかって、初の試みというかね、も <laughs> まず大道芸をラジオで伝えるっていうところが。うん、これね、実況中継かなりの腕がいりますそうなんですよ。うん、でも、ピ、まあ、ファンキーさんもね、以上 MC しながらね、と喋りながらね、うんうん、あの、やってたんですけども、本当にめちゃくちゃでしたよね。 もうただファンキーさんが,しゃが叫んでるみたいな <laughs>。みんなみたいな <laughs>、えー。盛り上がってる、ね、ファンキーさんのやつ見たことありますけど、すっごい面白いよね。面白かった。あれね、あの、子供、お子さんが見るのももちろん面白いんですけど、うんうん、やっぱりこのパフォーマンスが、うん、やっぱ、えっ、ー、と、みんなが好きなキャラクターね、うんうん、えっと、なんていうの、ミッキーだったりね、うんうん、プーさんだったり、ね、アナとユキの女王のキャラクターをバルナートで作ったりと。うんうん 本当に人気のものもあるんですけど、うん、大人の方が見ても、またなんか違う面白さがね、ねあったりして、うんうん、で、ラジオでそれが伝わったのかはちょっと謎なんですけども、あ<ー>まあ、その面白いやつを MC の、<laughs> えー、ピーチキャッセルさんとかが突っ込むみたいな、っていうのもはい、はい、あ <laughs> そう,そう,そうですからね彼らもね。 そういうところも、まあ、面白かったのかなっては思います、ね、その部分ちょっと聞けなかったんですけど、そういうのをやろうとするのがすごいですね。とりあえず、<laughs> うん、やってみようみたいなね。<laughs> <laughs> あの、バンの場が見た人は絶対面白いに違いないですよね。うん、そ,よねそれをラジオで聞いた人がどうなのかっていうのはちょっと怪しいです、ね、そうなんですよ。本当にもう、<laughs> 来てっていう感じなんですよね。<laughs> 最終的にはもう、ここに来てよみんなっていう。うね、もう最近だんだんそうなってきてますよね。うんうん、ラジオの放送ではありますけど、この現場に来てね。はいはい、本当に本当に。もらったら面白いですよね。はいはい。ね、全然やっぱり、ラジオはラジオでね、また良さはありますけども、うん、現場は現場で、またまあ、目に見えるというか、この近くに感じるっていう。うんうん ものが、まあ、臨場感もありますしね,ね。絶対面白い。あの、で、あ、そうだ。だから、この見え、自分らは見えてるじゃないですか。はい、でも、それを見えてない人に伝えるっていうのは難しいですよね。そうなんです。やっぱりね、これがこれがってこの、これって、これとかそれとか、こうなってとかっていうのが、できるだけ、これってなりよっていう、 ツッコミをスタッフから入れるっていう,うん、うん、ところで、あ,うん、あ、そっか、わからないよね、みたいな MC がね、うん、またそういう気づきを与えながらも、ああ、なるほど。そうそうせ、説明してもらったりとか、ねね。でも、どんどんこの見ている景色は変わっていくからね、間に合わない、ね。そうそう、そうそう。なので、<laughs> MC もまあ、それでさ、なに大変だったとは思いますけども、あ<ー>まあね、あの、面白かった。 たんじゃなないかなと楽し,い、うん、楽しみ方の一つとしてねまた来年もね全島、うん、この FM コ座の特番もね,ね入れてもらえれば嬉しいですね本当ですねうん、うん、また違うところでね、うん、まあエイサー見るのもいいけど、うん、少しは FM コ座にも寄ってよみたいなね,ねちょっと回ればねね本当にやってますけどこの3年4年ですか、うん、もう全島エイサー祭りね、うん やってますけど。何何でもない。でもないですよ。な番組でしょいいんですよ何年やってるねんって。いいんですよ。こういうのがもう、小座、小座じらばですよ。本当に。これが。これが小座じらばですよ。はい。まあね。変わったんですけど。いいと思います。だからね、この4年間やってて、やってますけど、この会場にいるけどね。 このエイサー祭りの会場に入ったこと一回もないないですからね、一応ね。やってまいるけど。え、本当に本当に。ブースにしかいないから。あ <ー S 2> なんだかんだいって。それはちょっとダメなんじゃないですかね。本当にビアビアフェスタリンもね、<laughs> 本当に遠目で見るぐらいだからね。<おー S 2> まあでもそれがね、またレポートとかで。 伝わればいいいかなっていうのもありますしはいはい、はい、私、今年は2回行ったけど、今年は行かなかったんですよ、今年、ね。はいね、はい。で、でも、あの、見えたんですよ、花火は。だからラジオはちょいちょい聞いてて、<ー>花火ドーンで、えーえー、あっ 本当にやってるんだ、みたいな。<ー>なんかちょっと感動しました。そうですね。うん、でも FM 小ザのね、この特設ブースからはね、もう花火が見えない、ね、見えない。そう。だからそうな、ここの方がよく見えるやんと思って。本当ですよ。<laughs> 上向いてもね。<laughs> 近ね特に MC の席なんてね、もう後ろ向いてるからね。うんうん、<laughs> 後ろスタッフなんてもう、上向いたってレーザーショーの光しか見えないからね。そう、音だけが聞こえて、うん まあそれもねラジオだから音だけだ大事だとは思うんだけどねやっぱりでもまあそれもちょっと交代でメグも見た方がいいんじゃない本当にね見に行こうかな来年見た方がいいよあとよろしくっつってそれもいいかもしれないですねこの番組やるまで前頭見たことあります 結構ね、家族と、<ー>まあ友達とだったりね、えー、行ったりして、ビアフェスタもライブとか見に行きましたし、うん、まあエイサまあスタンド席ではないけどね、普通の入場無料のところでね、見たりして、あのー、遠目から、カチャーシすげえーなーって思ったりね、うん、楽しそうだなーなんて思ったり。ちなみに出たことはあります 言えたことないです。ないです <laughs> 一応聞きますそんなないですよ。<laughs> なるほど。でもね、あの、私は出てないですけど、うん、私の地元のね、カデナ町ですね。カデナ町の、えー、センバルエイサー保存会は、うん、今回も出てたということで。センバルエイサーって保存会なんですかそうみたいですね、カデナ町の。<ー>うん。 なので、まあそれはもう同じカデナ町民として誇らしいなとは思いますよ。前頭全島だからね。そう。うこれに出れるというのはもうすごいことです、ね。そう、みんなが出れるわけじゃないじゃないですか。うん、だから全島でね、沖縄市ももちろんですけども、まあ、ヨミタンだったりね、ギノワンだったりね、あちこちウルマ市からも出てるけど、うんうん、その中でやっぱりカデナ町のセンバルエイサー保存会という、 まあ団体が出るっていうのはとてもね価値のあるものだなって。見たことないかも。うん。センバレーサーはね、男性の、男性のみですからね。またそこがまた勇壮な演舞というかね。そうなんだ。っていうのが楽しめるので。じゃあね、前途お疲れ様ということで。はい。あとあの、小ザジラバのこと聞きたいんですけど。はい。おきなりなうですか。いきなり、え、いきなり。何も。 コメントないでしょ。何ね、コザジラバー、どうですかって言われても。<laughs> ど,ういいどうしたらいいですかね、この場合。<laughs> どうしたらいいですかねええ初めてのゲストでそれ聞くんですか <laughs> <laughs> 違うゲストだけどスタッフだから。まあ、そうですね。でも、毎回ね、ゲストとか読んでね、うん、あの、何て言うのかな、この民謡とお店。教えてもらうっていうのがコンセプトなんですけど。うんうん。いろんなね、やっぱりおん同じ民謡というか、竜曳と沖縄音楽、うんうん と言ってもね、それぞれまた違うね、うん、価値観でもあるし。興味あります興味はなくはない。<laughs> <laughs> やっぱ沖縄にいるから、うんうん、まあ聞いたら、あやっぱ、本当にだから、レイサーのさ、だったりとかあるけど、うん、この、なんだっけ、純情長いリとかね、うんうん、っていうものはやっぱりちむどんどんするものもあるし、<ー>やっぱね、いろいろ、ね、聞いたりして、 あ,あやっぱ沖縄の音楽っていいなーって思ったりはするよ、<ー>もちろん。絶対すると思う。そりゃもう、もちろん、思いますよ。やっぱちっちゃい時から、生まれてた時から。私なんか全然よそもんなのにちむどんどんしますもん <laughs> 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 そう言ってもらえるのやっぱりもう沖縄、うん、もう一覧中だからだよ。あうん。もう一覧中なってると、ね。ちょっとその辺がちょっと最近わからなくなって、なんか。 広い意味でうちなんちゅうみたいな。広い意味ってなんやねんみたいな。広い意味。広い意味。<laughs> そうか。か <laughs> まあ出身関係なくね、ねそういうふうにあの思って、<laughs> 思ってもらえるのはね、とっても、まあ、沖縄の人として、本当のうちなんちとしても嬉しいことだしね、うん、これがやっぱりどんどん世界に広がっていってるんだなっていう感覚はありますよね。うん、うんうん。あるか。そうそうだから もちろんね、この内地の方が好きっていうのもあるし、うん、自分たちもね、広めていきたいなっていう気持ちはあるけれども、うん、だからって自分でねゆ、ゆきさんみたいに三振引いて、うん、で、どっかで歌ってとかっていう、うん、まあそういう広め方とはまた違うね、うん、感じだとは思うけど、自分がただ聞いて、うん、あ、いいなって、うん 思うのは確かにあるしじゃあ私すごいそうやってね、うん、あこれはいいもんだからこの良さを人に伝えたいと思う気持ちが強いんですけどうん、うん、沖縄の人って地元の人ってこうなんか興味なさげに見える人も多いのでそう、ね、ああどう思ってんだろうっていうのも気になります。ねそうねまあ、興味ははあるとは思うんだけど、うん、いや やっぱり、どうやったって民謡よりやっぱり J-POP とかね、うんうん、そういう風になっちゃうんでしょうね。うんうん、まあ時代ではないけどね。なるほど。うんうん、私も地元のなんかうん、歌、三味線とかあるんですけど、興味ないんですよ。えー、興味ないの <laughs> ない。え何京都は何なんか新内とかあるんですけど、ベ名ンみたいな。う ね、ありますよね。なのに沖縄の寂しさはめっちゃ広めたいって思うんだ。変な話ですけど。まあ、まあそういう、まあ、あるあるですけどねそういう地元のものっていうのは一、うん、回でも外に出ないとわからないっていうのもあるしね。ねそうそうそう沖縄の人でも一回外に出た人はやっぱりすごく、ねね。やっぱりいいんだってね、うん、広めたいっていう思いが強くなってまた戻ってきて。ね で、またね、第二のあれじゃないけどさ最初は全然そんな興味なかったけどやっぱり一回出て外にね、<laughs> 出てみて、うん、でまた戻ってきてっていうのがねあるのかもしれないね,ね<え>多いかもしれないそういうのはなんか今喋ってて思い出したけど前「アジくうタラジオ」二人でやりましたよねそういえばねうわ懐かしい <laughs> それ去年じゃないかなね<え>あれ無謀でしたねもう <laughs> もう何にもわからないままね。今はね、森さんいなかったら正規がやったりしてますけどね。そうそうそう。なんでうちら二人だったんですかね。そうそうそう恐ろしいよね。<laughs> 誰やねん <laughs> みたいな、いきなり。<laughs> あんなにね、あの、人気の番組をね、二人でちょっとやっちゃったことありますかえ、立ってますかって感じですよね。チャンネルあさってるっていうところもあったけど。そんな感じでね、こう、スタッフとしてね、一緒にやってますけど、これからもね、いいラジオ番組作っていきましょうね。そうですね。急にまとめた。はい。もう、にまとめられたよ。はい。ということで、これからも小田ジラバ頑張ってください。はいはい。はい。いいジュラバを流してくださいね、皆さんにね。はい。 はい、よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。はい、じゃあ、お疲れ様でした、ね。こんなもんでいいですかうん、うん、はい、では、皆さん、引き続き FM こと楽しんでください。いスタッフのめいぐーちゃんでした、ありがとうございました。した <laughs> じゃあ、一曲お届けしましょう。あれええー、っと、先ほどかけようと思ってかからなかった曲ですね。えー、村端市、高安勝夫さんです。 ダジラバーをお送りりしておりますさっきね、あの、一回沖縄から出た人の方が沖縄の歌に興味持ったりとかっていう話出てきましたけど、最近なんかそんなことぼんやり考えておりますね。あの、ちょっと前に沖縄ハンズオン NPO の皆さんがされてる島くつばオンステージに歌で参加させていただいたんですけども、これやってるメンバーって結構、あの、なん、なんかハワイの 南西だったりとかお父さんどちらかが、うん、沖縄でどちらかはなんかどっか違う国の人でとかそういうちょっとでもルーツは沖縄にあってみたいな人たちが結構集まってるグループでで自分も全然沖縄出身じゃなくて京都出身なんですけどでも沖縄がとっても好きでっていうね なんかそういう、でもすっごい皆さん沖縄へのこの島言葉を継承していこうっていう思いがとっても強かったりとか文化をね、あのこの言葉も大事だし、文化はそこからね、やっぱり始まっていくので文化だったりとかをすごく大事にされていて、なんか、何ですかね、自分も、なんから自分は全然自分のふるさとそんなに何とも愛着も いや愛着ないことはないんですけどそこまで熱くなんか保存しようとか思いはしないんですけどたまたまその沖縄ではそういうふうに思ってる人と気が合うというかなんか妙なことになってるんですけどでも何ですかねちょっとちょっと答えが全然たどり着けてないんですけどそういう。 ちょっと自分の土地から出た移民だったりとか亡命してる人とか移動してる人についてねちょっと思ったりしてますね。昔の沖縄はね本当に帰りたくても帰れなかったりとかで一回自分が出て沖縄はその自分がいない間にすごくもうね政治戦争で変わったりとかねして。 で、そういうところからもう、そういう思いから歌が生まれたりとかね、いっぱいあったと思うんですけどね。なんかそんなことを考えております。さて、この辺で、えー、っと、次のコーナーに参ります。えっと、さっき、あの、ちゅんじゅん流れがチュンジュン流りがちむどんどんするっていう、ね、意見がありましたけども、私もちむどんどんするんですけど、今日は、 生歌のコーナーは「純純ながり七月エイサーね」ね取り上げたいと思うんですけどあのー、普通に歌うんじゃなくてちょっと違った感じでやろうと思うんですけどあのー、<laughs> まあまあ普通に一回普通に歌ってみます。<laughs> はあ、はいではコーナーいきます。 島歌プットルー島歌は一体何曲あるでしょう琉球湖は歌とともに生きてきました、えー。そういう美しい愛らしい島々です。その証拠に今も耳にすることができる歌がたくさんあります。なんと花風な島でしょう。今の言葉とぬちゃいはちゃいして遊びましょう。今現在の言葉とですね昔の言葉を交互に糸で玉を抜いて首飾りを作るようにつなげて つけてみたりして遊んでみましょうというコーナーですじゃあはいじゃあ普通の七がちいさ歌ってみます七がちい フフフ。<laughs> 感じでで始まっていくんですけれどもこれ,のあのこれは念仏元は念仏踊りと言ってね言われてますけどこの中国の,あの仏典に出てくる歌詞をいろいろ盛り込まれているもので、えー、とこれをあの今日はあの日本普通の今の言葉とクロスして歌ってみたいと思います。 これの場合は三振より手拍子が合うかなと思うのでやってみます。はい、私は一歳の誕生日の年に親を亡くしました。わんどよ。短歌の。投親離れ。5つになったので。 5歳になったので思い出して、7歳になったので親を訪ねて。な、あ、いちちになったこと、うびんじゃち。な、な、ち、な、た、 7歳になったので親を訪ねて島々里里を巡っても島,島里里,里見ごりども私の親に似る人は一人もいない長者様を私は頼ってみましょう。我が

わらびのわんたのもここはね、長者様のセリフでした。私は、そしてまた子供です。私は1歳の誕生日の年に親を離れました。わんのよ、たんか、 5歳になったので思い出して、7歳になったので親を訪ねて。いちいちになったこと、うびんじゃち。で、里里島々を巡っても、私の親に似る人は一人もいませんでした。そして、ちょっと省略。これずっと続いているのでね。えー 長者様、私の親を一目見せてください。えー、わが、長女ょんじうわーおやで、蝶者様が答えます。7月七夕の中の十日の日に、くらぐしの七節七つ集めて、左の袖から、 一目覗いて右の袖から一目覗きなさい <laughs> 長いね <laughs>、えー、どっから歌おうかな「くらしいな」 から長命を祈りと続いていきます。<laughs> はい、これがえー、っとチュンジュン流りですね。チュンジュンのオフ州がこの長者の長者様って今言ってた人ですね。これを訪ねて行ってこの親を亡くした人が訪ねていったらこの七夕の日のね中の十日に。 七節のところを覗いてこのあ袖の下から覗くってことかな覗いてみたらで,でこの言われた通りにしたらこう続きは「あお母さんここにいらっしゃる私」でお母さんも「あ我が子はここに来たのか」って言って出会えるんですよね。 でも、あの、私たちは一緒には、あの、また一緒に生きていくことはできないから、あの、お前だけでもこの残ってて、7月の弔いをちゃんとやりなさいよって。で、蝶々が飛んできたらお母さんと思ってね。飛んで、トンボが飛んできたらお母さんと思ってねっていう風に続いていきます。はい、こんな元歌でございました。しマウタプットルーのコーナーでした。さあ、では一曲いきましょうかね。 えー、おっとこれは先週かけたからえー、うんと何しようかな「国の花」いやこれもこの前かけたなちょっと待ってくださいあユンターショーラにしようはいじゃあユンターショーラあこの歌歌いましょうね宮田光生さんの歌ですそんな歌です コザジラバーお送りしていますユンタショーラーお届けしていますが一旦 CM でーす コザジラバーをお送りしてきましたが、もうエンディングあっという間ですね、ちょっと長すぎる歌を歌ってしまいました。<laughs> えっとですね、この後12時からはヤコベイビーマイタイムがあります。今日はなんとギノワンのトロピカルビーチからの放送となります。海からですね、放送しますので、ぜひ、えー、お楽しみください。どんな感じになるでしょう。楽しみですね。えー、っと、ぜひね、 あの、時間のあるお昼休みの方とかはね、海に遊びに行っても面白いんじゃないですかね。はい、ぜひ聞いてください。それではお相手は田辺きでした。また来週。